プロキャディの杉澤のわけです。今回は私がつけているこのガーミンのエピックス、ゴルフでもそしてビジネスシーンでもどう役立つか皆さんにご紹介したいと思います。ゴルフでスコアアップのために必要な要素はたくさんあります。その中でも今回5つの大事なお話をしたいと思います。1、コースマネジメント。2、ハザードの正しい位置を知る。3、ショートゲームの精度を上げる。4、冷静さを保つ。5、素早い判断。この5つのお話をしていきます。まず1つ目はコースマネジメントです。コースマネジメントとはいわゆる逆算ですね。そのホール全体を見たときに、カップから遡って自分自身がどういうプレーをしていくかということを決める、まさに戦略を決めることがコースマネジメントになっていきます。その中で最も重要なのはまずそのホール全体を正しく知るということですね。で今回ですね、このエピックスはですね、国内外のコースマップをしっかりこう内蔵されてますので、自分自身が例えば初めて回るコースでも自分のホールがどういうホールでどういうふうにこう逆算していけばそのホールを攻略できるかということが分かるんですね。2つ目はハザードの位置を正しく知ることです。ゴルフはミスをするスポーツですよね。で、コースマネジメントっていうのは僕たちの中ではリスクマネジメントと言っています。ミスは出るんですけども、いかにこう最悪を避けていくか、そのためにはそのハザードがどこにあるかってことを正確に知ることがすごく重要になってきます。このエピックスはハザードビューという機能を備えています。これはですね、今いる現在地からそのハザードまでどれぐらいの距離か、これを正確に教えてくれるんですね。これを正確に知ることによって正しい攻め方がですね、決まってくるわけです。これをですね、パッと見て あそこはバンカーがある、あそこは池がある、怖いなっていうふうにしてしまうとメンタル的にそのホールで負けてしまいます。でも正確な距離を知ってそこまで行かないクラブを選択することによってそのホールを攻略することができます。3つ目はショートゲームの精度を上げることです。今回はですね、グリーン周りの精度についてちょっと考えてみました。残り30ヤード以内、皆さんどうですか？パッと見で打ってませんか？プロはですね、そういう状況でも常に1ヤード刻みで何ヤードに落として何ヤード転がすか、これをイメージしながら打つんですね。これはすごく重要なことで、やっぱりその時の経験が次の同じような距離だったりとか次の感覚をしっかりこうキープしていくことができるので、やっぱりいかに1ヤード刻みでイメージするかが大事なんです。でこのエピックスは GPS の精度が非常に高いので、手前のエッジだったりバックエッジ、これをですね、ギリギリまでこう1ヤード刻みで表示してくれるんですね。この数字をしっかり見てプレーしていく、その時たまたま失敗したとしてもその経験が次のプレーに生きていきますので、やっぱり常にこの1ヤード刻みで頭に数字をイメージしてプレーすることがすごく大事になってくると思います。4つ目は焦らずに冷静さを保つことです。ゴルフってすごいもうミスが多いスポーツなので、やっぱこうミスするとちょっと焦ってしまうんですね。例えばこう林とか来た時にパッとこうクラブ持って早く出そうと思ってポンと出そうとするとこの木に当たったりとかしちゃったり、あとはこう右の方にもうとりあえず出そうと思ってポンと打ったのがもうバンカー入っちゃったり、それが突き抜けて奥のラフ行っちゃったりとかするんですけども、そんな時はこの算定間距離があるので、それをこうパッと操作すると自分が今いる地点からじゃああのバンカー越えてあのフェアウェイの真ん中は何ヤードなのかなってのをすぐ自分でチェックするんです。そうするとパッと あと50ヤードぐらいなんだ、じゃあ50ヤード打とうってなるんですけど、こういうふうにですね、冷静になれるということなんですね。こうパッと来てパッと焦ってパッと何ヤードっていうのを決めずに打っちゃうからみんなミスがついちゃうので、しっかりこの3点間距離を使って何ヤード出すのか、あのフェアウェイは何ヤードなのか、手前のラフは何ヤードで越えるのかってことがこれで分かるということになりますね。最後は素早い判断をすることです。ゴルフは時間との戦いでもあります。一打打つために正しい判断そして決断をしていかないといけません。そのためには今置かれている自分の状況をしっかりそして早く把握することがとても大事になっていきます。このエピックスはタッチ操作ができて、そして綺麗なアモレットディスプレイを搭載しているので見やすく、そして使いやすいです。ですからスムーズな判断に役立ちます。
私が最も気に入っているのはどんなシーンにも合わせやすいこのデザインです。深みのあるチタンとサファイアレンズ、そしてこのAMOLEDディスプレイの画面の綺麗さが非常に気に入っています。私の場合は特にドレスコードがあるゴルフ場も多いので、こういったジャケットスタイルにも非常にマッチします。ですから普段もゴルフの時も常に使い続けています。また海外でも GPS ですぐに時刻補正ができることや、スケジュールやメール、天気の確認が手元でできるのは日常でもゴルフのプレー中でも非常に便利な機能です。私はやっぱり体力がすごい大事だと思っているので、常にこう、トレーニングしたりとかしてるんですけども、海外にこう遠征とか行くとですね、やっぱこうジョギングすることが多いんですね。で、ジムで走るのもいいんですけど、せっかくなんでそこ、景色がいいとか走ったりとかすることがあります。でその時にやっぱりこう知らない街なので、どこを走ったらいいかなんてこと最初は結構迷ったりとかしてたんですけども、このエピックスはですね、やっぱりその世界中の地図をこうダウンロードですることができるので、その地図を使って、ランニングしてみたり、でしかもそれが自分が走った軌跡とかも、できたりとかするので、すごく楽しみながら世界中をジョギングできてるなと思いますね。ガーミンとはそうですね、僕にとってはもうやっぱりパートナーですよね。だから常にこうやっぱここ手元にいてくれるじゃないですか。だからゴルフするときはまさにキャディーですよね。やっぱキャディーとしていろんなサポートをしてくれる。でビジネスシーンだったりとか、スケジュールのこともそうだし、サポートしてくれるし、あとは体のことなんかもねケアしてくれるってことを考えると、やっぱり本当に手放せない最高のパートナーだと思います。